金管は、株式会社金管道が、製造販売元の液体外用薬。第二類薬品である。金管 55ml 金管は、アンモニア水、エルメントール等を有効成分とする。虫刺され、肩こりに、金管のキャッチフレーズで知られ、虫刺されの薬として認知されているが、発売当初は、火傷の効能がメインであった。金管の発明者である、山崎英二が、 自ら腕に熱湯をかけ、そこに、すかさず金管を塗るという実演販売で、日本全国を回り、販売促進に努めた。山崎の体を張った、反則活動の会もあって1930年に発売されてから、長年、一般家庭に広く浸透している、大衆薬の一つになっている。金管の効能は、やけどの他に、肩こり、腰痛、神経痛、 リウマチ、内見、霜焼け、水虫、虫刺され、切り傷といったように幅広いものがあり、かつては万能外用薬という名前を冠していた。しかし、1976年の厚生省の指導による再評価によって多くの効能が削られ、再評価後は虫刺され、かゆみ止め、肩のこり、腰の痛み、神経痛、内見、念座に限定された。 時期は不明だが、神経痛の項目も削られ、2014年現在では、虫刺され、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻座だけになっている。この薬を塗ると清涼感があるのは、アンモニアの吸熱やメントールの気化による冷却によるものであり、この二つの物質によって、独特の刺激臭も形成されている。また、アンモニアが含まれているため、傷口やかぶれ、 粘膜部には使用してはいけない。2009年6月の薬事法改正により、第二類医薬品となったが、テレビ CM の親子編の途中から、使用上の注意をよく読んで正しくお使いくださいの、表示テロップがなくなった。しかし、ラジオ CM では、使用上の注意をよく読んでお使いくださいという、ナレーションが放送される場合がある。2013年4月に、 台湾での発売を開始した。パッケージは日本仕様に準じるが、金管の上に漢字表記の金管が追加される。2020年5月28日、金管堂は公式ツイッターにて、ミュージシャンである大石正義が広報宣伝課長に就任したことを発表し、同時に YouTube に公式広報チャンネルを開設。翌年も続投し、4月からは広告宣伝次長に、 昇進した。2016年現在、金管は、下記の製品に分類されている。ありがとうございます。